なんでドル円上がるの？ 2.6 まで下がってよ、もう。なんなんだよ。なんで上がるんだよ。もう2.6で損切ろうか。3.7で損切ろうか、もう。最後、中途半端に切れただろう。あれ、バンだから。あれ、バンだから。あ、カッパさんが警察また来るでって言ってたけど、警察来る前に、バンだから。火薬バンだから。キーボードバン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 叩いて、ね、警察芸して、ね、数名のリスナーたちからの通報が入ったために、運営が監視してたのに、最後またキーボード叩いて、バンだから。ついでにね、お姉ちゃん、規制解除。イェーイ、おめでとう。おすすめ規制解除でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。運営ちゃん、ありがとうございます。本当にね、これからもね、どんどんふわっちをね、宣伝移行していこうと思うので、ね、仲良くしていこうね、運営ちゃん。運営ちゃん、俺ちゃんと仲良くしていこう。うん。そう、昨日までずーっとおすすめ規制されてて、おすすめ規制されているのにもかかわらず、ね、オリちゃんはイベントで戦って、ね、ものの見事に敗退したけども。完全な敗退だったけども。まあね、まあナイスファイト。ナイスファイト。ナイスファイトでしょ。うん、まあちなみに火薬はバンです。あんな途中で切れて、ね、ほら今の分の配信履歴も残ってないし、ね、あんな中途半端に終わったのに枠を開けれない。ね。これ間違いなくバンでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。これからもよろしくお願いします。うん、はい。ということでね、オリちゃん、カッパさんじゃない。オリちゃん、火薬を見ながら SBI FX トレードで1000通貨ドル円をロングして、ちょ、利確しておりました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、ありがとうございます、ね、うん。まあね、火薬くんはそういう風に使わないとね、そういう風に、ね、うん。いやー、でもしかしね、ポスティング儲からないわー。儲からない。1枚1円で、ね、まあ、巻いてるんだけど、全然儲からないよ、マジで。1枚1円でね、ちょっとこれはチラシじゃないんだけど、1枚1円でこれをね、配る、このサイズのチラシを配るんだけど、全く儲かんないよ。全く儲かんないよ。恐ろしくらい儲かんないよ。うん、まあ、ちなみに、昨日、今日で1500ぐらい巻いたので、もう残り500枚ぐらいしかないけども。FX ね、退場してます。SBI FX トレードっていう1通貨トレードができる口座で、トルコ円を 18.76 ぐらいでロングして塩漬け状態。でもスワップでプラスになってるので、スワップでプラスです。はい。今ね、18.7143 ロングを1000リラロングしてるんだけど、うん、評価損益マイナス491円、スワップポイントが1338円でプラスです。あ、ドル円 110.5 乗りましたね、ドル円。おめでとうございます。ドル円ね、ドル円 110.5 乗ったのでね、こっからもう絶対下がりませんよ、これ。うん、ね、うん。そう。ウーバー以下ではないわ。ウーバーはね、待機しても仕事にならなくて、未だに403円だけど、チラシはもうすでに1500円いってるから。うん、ポスティングは1500円、ウーバーは400円。ね。その合間に行ったジャグラーは28000円。疲れを癒しに座ったジャグラーで28000円。ありがし。ね、そう、一番何が儲からへんって、ふわっちが一番儲からへんから。うん、
昨日まで財布の中に1000円しかなかったんだけど。1000円しかなかったんだけど。1000円しかなかったんだけど。なぜか知らないけど、1万円札や5000円札があるよ。たくさんあるよ。まあね、そういうことですよ。うん、まあね、ちょっとね、チラシ巻き終わって疲れたんで、まあ昨日ね、雨降ってたんで、途中で休憩しようと思って、近所のクソ店行ったの、クソ店。もう絶対出えへんわ、もう。1000円。1000円でペク、20何ゲームでペカって。5連チャン、4連チャン、3連チャン。アミスター行くのでね。アミスター行くんで。アミスターありがとうございます。今日もね、8000突っ込んだのにね、9000にして返してくれて。うん。ね。ありがとうございます。うん。叩いたご褒美そうそう。あら、切れた。どういう意味？どういう意味？卵豆腐いただきまーす。卵豆腐って分かったなんて。分かるわ。うらやな。さあ、かやちゃん何日番かな。会ったことないよ。あいつ、焼肉おごってやるよって言うから、弁天町の駅通ったから、ね、日雇いの帰りに弁天町の駅通ったから、今弁天町の駅やでって無視しやがないです。なんてやつや、ほんま。おごるおごる詐欺やからな、あんな。あいつは、こいつやったらいけるわっていうやつには、上から目線で喋るくせに、なんか、ちょっとなっていうやつは無視しよるから。ほんまに。いや、なんでも思ってあげなあかんの。もう、稼いでんだからおごってくれたらいいじゃないのよ。ね、閲覧数向こうの方が上なんだから、向こうがおごるべきでしょうよ。ね、自宅でキーボードバンバン叩くだけで650閲覧あったのよ、ね、警察ゲーまでして。うそうそ、あんな親金持ちでね、あのお坊ちゃまくんやからな、働かんでも飯食えんねんからは。スマホあれ最初から割れてるね。知ってた。あんなね、トイレ行って落としただけでスマホ割れへんから。あれもともと割れとって、スマホ割れたのをどうやってネタにしようかなと思ったから、わざわざトイレ行って落としたふりして、割れた。だからトイレ行ったのにトイレしやんかったやろ。あ、君ら全然見てる。君ら全然分かってないな。彼のこと。かやこくんのこと全然分かってないな。彼はそういう男やで。これ割れたから、これ、配信のネタにしよう。配信のせいにして、あいつらのせいにして、アイテムこじったろう。そんな、うん。うん。カッパさんうん。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 君らまだまだカッパのこと、かや、カッパじゃ、かやくのこと分かってないわ。うん。かやくのこと全然分かってないわ、君たちは。何回間違えるの？かやつなんてそんな男よ。うん、下手したら、機種変えたいからっていうだけで、新しいスマホをこじろうとして、ね、白ロムのスマホを送ってって言ってるだけかもしれんよ。まあ、ちなみに俺ちゃん、オーストラリアで買った白ロムのスマホの余ってるけどね、白ロムっていうか、スマホ余ってるけどね、これね。余ってんの？だってこれ、SIM カード入ってない。そういう余ってるの、うん、余ってんねとお母さんあげる。SIM 入ってないから、Wi-Fi のつながるところだけの専用の、うん、ねえ、うん、楽しそうだな。うん、これやばない、アイス飲みやで。で、騙されてアイス飲みと一緒にってどっかに書いてない。ん、あ、この親指とかくれてる。アイス飲みと一緒に買うの忘れたし。うまい。
じゃあ、ピー。おい、グラスになった。一郎に乾杯してもよかった。近所のパチ屋、近所のパチ屋バカだろ。1900もハマるんだよ、パチ屋。おじちゃん、今日も買ったんだけど。近所のパチ屋で勝ちました。ありがとうございます。なんであげなあかんねん。あいつ金持ってるからあげる必要ないよ。アップルじゃないですよ。ねえよ。桃とぶどうの。メロンも入ってるよ。嫁は見せれないよ。猫は違う。猫ちょっと待って。猫はご飯食べてるときはややこしいから待って。早くクソ野郎だから。ナンバ出てた？ナンバ出てた？あしたラックエンかんなかよ。パパサメが話す。まあ、ナンバと天王寺をね。わかんないです。新しく、あれじゃないですか、開業したことにして、創業助成金とか、創業補助金とか取ったらいいんじゃないですか。うちの K2 プロダクションみたいに、一個の会社で何でもやると損だから、一個の業種、一個の業種ごとに個人事業立ち上げたことにして、創業補助金、創業助成金をね、加賀プロにも教えてあげて、そんなん専門でやってるコンサルのおっさん紹介してるけど、多分連絡してないね、あれは。なんか、僕はやらない。カッパさん、銀猫とちょっと絡んだら面白そうやね。銀猫も不動産持ってて、なんか、清掃業やけど、なんか、こちょこちょやってるみたいよ。何や、白磁商売って。まあ、たばいではないけど。なんで？もうやめたんすか？カッパさんの温泉計画はどこ行ったんすか？おじちゃんも車があるうちに行っときゃよかった。温泉やぞ。そっち持ってはん。温泉出んの？いや、温泉掘るっていう話をしてる。あ、マジか。え、カッパさんの、あちょっと火薬が枠を開けたぞ。バンなったんちゃうの？いや、また運営にメール送ってごめんなさいしたんやろ。汚いわ。火薬行こう。じゃあお疲れ。お疲れ。バンブーさんもほんで。バンブーさんも火薬のとこおんで。マジで？でも今日は1000円だけよ。昨日は2万7000円買ったけど。
何だこに乗ってんのこいつ。まだポジション持ってる。アホや。あ、忍者だし。早くまだドル円持ってるんだけど。110.5 超えてんのに、まだドル円ショート持ってんで、あいつ。あ、でも 110.5 終わってるやん。やっぱ 110.5 でショートがジャスティスやったかな。あれ明日天王寺なの？明日楽園ナンバーじゃないの？今してるよ。今してるよ。今ポスティンガー、日雇い派遣とポスティンガー、日雇い派遣とポスティンガーとウーバーと推薦チェッカーと、ああそっちはしてないね。まあ、あの俺ちゃんのキャリコンがもうなくなったから、助成金から何にも おいしくないもん。まあ、依頼があれば行くスタンス。あのキャリアアップ助成金とかでもみんなやりたがれへんか、キャリアアップは。その新しく雇い入れる子の給料の約半分ぐらいは半年間ぐらいもらえんねんけど、みんなやりたがり。もういや、もうあのお金の問題じゃなくて、あのなんていうの、めんどくさい。だって助成金はもらえるのが半年後1年後やから、成功報酬でやったらいつまでたってもお金入ってけへんもん。補助金はさっきもらえるじゃないですか。まあもらえるっていうか返さなあかんねんけど。だから助成金は美味しくない。ポスティンガーは、でも、ポスティンガー儲からんって言うけど、言うときますけど、さっき YouTube にも上げといたけど、ポスティンガーは、ごめん、ふわっちよりかは儲かる。ふわっちよりかは儲かるよ。悪いけど。だから、スロットの引き子をやりながら、スロットを打つ感覚で、ポスティンガーしながら配信して、まあ、花火が飛んだらそれは楽やけど、飛ばないじゃん。なんで火薬から来るの？バンブーさんめっちゃ火薬の枠でもう言ってたのに。なんで5割行くんだよ、もう携帯割れたよ、もう。12万負けたんだけど、キーボードでバーンバーンって。で、みんなに通報させて、一回軽めのバン食らって、で、ちょっと今、次枠開けるのに時間あったでしょ。これ、この間に運営にメールしてごめんなさいしたのよ。汚いわ、こいつら。大手ってそんなんできるからずるいよね。おえちゃんなんか、いくらね、運営に言ったところで、ね、そんなバン解除とか、規制解除なれへんけど、大手は、直接メールしたら、即刻規制解除とかできるからね。
バジリスクさん、人参ありがとうございます。バジリスクさん、人参ありがとうございます。あ、ナイスも27ナイスありがとうございます。ね。おいちゃんみたいな過疎主はね、何やったって無駄やから。ピングランタン。ピングランタン。食べる。マジで。12万もくれんのピンクさん。ちょ、俺もピンクさん。ピンクさん、俺も30万ください。30万なんとかしてください。もう、おいちゃんもいろいろやめたいんだけど。まあ、ポスティング。ポスティンガーは今日動画上げといたので、あれを見てください。アミスはね、タバコ、あの、ヤニカスだらけやからね。今日も両隣でタバコ吸ってたわ。カッパさんに新入ちゃん。うえぇ、みーたん、みーたん来て。あ、みーたん逃げた。みーたん逃げちゃった。あの、アミスターは、周り、あの、辰巳やから、周りの工場群のおっさんらが来るから、もうあの、油ぎっしゅなおっさんとかね。もう、あの、タバコ、ふかしてあのおっさんとか、そのばっかり。めっちゃ臭いねんけど、やにっかすだけど、ほんま。一瞬あんた今日タバコ臭かったのに。そうやろ。明日はミスター13時オープンの真相回転だから。明日はミスター13時オープンだから。イカの唐揚げじゃないよ。おつまみドライ食べてる。こいちゃんは株はやらないね。昔ワラントはやってたけど、ガークさん、なんだこれ。肉まん4つやだし。いや、今日ビラ配ろうと思ってたけど、もう飲んじゃった。もう飲んじゃった。みーさんの鼻みたいな。うん。LINE Pay で1000円。あ、嫁に、あれでしょ。何で何で何どうしてんのみーさん。どうしたみーさん。鼻みたいって。鼻みたいにって。鼻ピンクやね。花みたいな。花見してあげて。同級生に一枠で花火200発以上あげる符号。マジで花火200発って10万円おかしいんちゃう？投げようか。何を投げていただけるんですか？あ、違う、そっちじゃない。高級なの食べてるでしょ、うん、食べ物ぐらい。ナンバマルハン本館油臭いおっさんジャグラーやってる。ナンバマルハン本館、あ、本館の方な。新館の方はまだ、あの、ヤニカソーランがあっち完全禁煙やからおらんけど、まあ分煙やからおらんけど、本館の方は、なんか本が、マルハンの、ナンバマルハン本館のジャグラーコーナーってなんかうさんくさくない？めっちゃうさんくさいねんけど。うん、おいちゃんの鼻？鼻普通やな。うん、鼻ピンクやん。うん、見て、火薬裏で、もういいよ、言うてんだよ。助成金の方が確実。いや、だって助成金要件途中で満たせへんなったらもらえなくなったりとかするじゃないですか。どういう意味キモいって。何がキモいんだよ。
なんかマルハンナンバー本館のジャグラーコーナーなんかうさんくさくない？すっごいうさんくさいんだけど。パンチョーさん忍者です。かわいいな。なんか遠隔チックというか、どういう意味成功報酬型じゃない場合。社労士とかがよくやるのは、着手金で5万、10万、15万取って、で、後から、プラス成功報酬何パーみたいなのをいろいろやるけどね。絶対着手金で取っとかんと、半年1年先やし、もらえんの。もらえるかどうかも分からへんし。取りっぱぐれるし、絶対着手金のものとかだからやるんやったらね、まあ、自分で助成金もらう側やったら払いたくないけどやろうけど、うん、なかなか難しいよね、うん、見て300弱折ってなんか食べて、レンジでチンのご飯食べて300人弱の前、それで花火とバーガー4つ回ってんの、すげえな。あれちゃん、またセブンの出し巻き食べるよ。食べてんじゃん。うちの猫ちゃん、ゲーできないよ。ゲー、工事をいじめる。今日水落ち食らってたやん、見たから。ああ、ありがとうございました。まあ、自分で直接言うのが一番いいと思いますよ。マジで。お金は困ってるけど、手間を考えたらちょっと割は合わないかな。火薬みたいな配信機何？あ、レンチンのご飯食べながら。おーちゃんも100均のキーボード買ってきてバン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 叩く。100均のキーボード買ってきて、そのもともと壊れてるキーボードを買ってきて、ジャンクやで粗大ゴミで拾ってきたキーボードをバン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 叩いて壊れたことにする。あ、スマホ落とす。もうあれやん、あんたほらバリバリに割れてるんだけど、スマホ割れたんだけど。あかん、割れてるの見にくいな、これ。そうほら、あ、めっちゃ見える。あ、画面消しとかの分かるよね。ほら、割れてるやこ。割れてるんだけど、もう割れたんだけど、もうスマホ割れたんだけど、だからスマホちょうだい。こういうキーボードある？あ、大阪行ってはんねんな、この。パチンコ屋で受け取ったらいいね。今600万の仕事来てて、ワイが仕事裏で書類とか買い取る感じ。おお、いいじゃないですか。そう、スマホを落としただけなのにね。うん。壊れたキーボードを、ナンバーの楽園でお待ちしてます。割れてないやん。割れてるんだよ、もう。なんで分かんないんだよ。割れてるだよ、ここ。割れてるだろう。割れてるだろう、もう。割れてるだろう。色々割れてるじゃないか、もう。それがどうなっても割れてるだろ。うわうわあ、バレた。バンブーさんよ、分かってんな。あ、フィルムやったっけ、あれ。そうやで、これ、ガラスフィルムが割れた。あ、そうやったっけ。うん、で、エッカー言うて放置してんのか。はい。よ。ポスティンガーやで。ポスティングおじさんやで。まだ単巻きやから全然儲かれへんけど、2枚巻き、3枚巻きになってきたら、磁石、水道屋の磁石と、2種類のチラシを、シャシャシャって巻くようになってきたら、儲かるようになるから。あと、名刺入れてってる。
ごめんなさい、壊れたキーボードさんでびっくりせんとって。びっくりするわ、そのナンバー。ナンバーで。